変わったことはないか。あ、まずはお茶でもいかがでしょう。茶？アザモの菊は良い酒を作ると聞いたが。まあまあ、こちらへ。も言えなくて、猛虎に聞かれると思うと。ここにも猛虎が。おかげで樽はすっからかん。味はわかるようだな。お主の酒は島の誉れだ。奴らの酒なんて馬の小便ですから。馬の乳と聞いたが。それが酒だなんて。奴らはいつ戻る。じきに。俺に任せろ。お主は隠れておれ。集中する場所を探さねば。みんな集まりな。蔵の裏に隠れるんだ。顔出すんじゃないよ。ここにいるお侍さんが猛虎と話をつけてくれる。
ましょう。うわっ、お見事でございます。じきに仲間を探しに猛虎が来るぞ。お守りください。酒ならいくらでもお出しします。お代も取りませんので。ひとまず逃れた方がいい。有明の小金寺へ行け。かくまってくれるはずだ。かしこまりました。
치하루 야좀 같이 쓰면 아 치즈베리 가 네 하트하게 나 行け、達者でな。お受け取りください。一番手は誰だ？このまま逃げてもいいんだぞ。
今のは。ああ、そうかい。逃がすな。来い。さあ、侍の技とやる。
狐の数が前より増えてると思わない？そりゃそうでしょう。多くの金、材木、布を扱います。役に立ちますよ。ではまたご遠慮なくいらっしゃいください。この近くに役立つものはないか？残念ながら。ですが神社をお参りすれば手を差し伸べてくれるはず。鳥居を見つけて社まで進めば何かいただけるかも。神の加護を受けた御符があるというな。ぜひ手に入れたいものだ。菅笠衆が戦わずに筒まで逃げたって噂は本当なのかね？猛虎は何頭の馬を船に乗せ、手に入りにくいものが揃ってますよ。
ろ、ノブ。Ямар ч улмаар ата. Тийм ээ. Явч туслая. Тийм ээ. Тохтож чадахгүй. Самурай бүр. Чи харву? Очиж бари! Thank you.
Тэндээс бүтэн чадахгүй. Энд тэр самурай болохтой. Алнаа. Ой, өнөөх их чи харнаа. Сошо! Энд нэг юм хөдөлсөн. Майр. お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、里いいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。
少し疲れた。まさか殿。何をしておいでですか。家族を探しておる。夫は見つかったのだが、二人の息子がまだ。対馬の武士らしいお働きでした。最後の地を知らぬか。いえ、戦は混乱を極め、叔父上を見失うほどでした。手伝わせてください。来い。これから浜のこちら側を探す。見ろ、兵だ。足立家の兵です。ああ、だがなぜ一人落ち延びようとしたのか。すべての老頭が主の仇を討とうと勇んでおりました。逃げることなく。良いことを聞いた。皆忠義を尽くしたか。一族の旗を見つけたら知らせてくれ。雅子殿、こちらへ。足立家の旗。浜を進んでいた様子。ならば我らもこの方角に進むぞ。菊池家の旗。こやつは見たことがないよ。姉の夫も仕えていたが。兄君も近くにいらっしゃるはず。探しましょうか。今はいい。息子らを探すのが先だ。酒井家の旗だ。私の馬。私は死ぬところを。申してみろ。叔父上に救われました。その恩は返さねばな。おかげで生き延びたのだ。悲嘆するな。誰です。正則だ。若輩者ではあるが、年老いた父親に代わり戦に出陣した。肝が据わっておる良い息子だ。ああ。だが我が子はどこだ。長尾家の武士だ。弓の名手を抱える一門でした。右に出る者はいなかったな。先生さえご出陣くだされば。志村家の旗だ。戦の最中、この旗が倒れるたび、叔父上かとおののきました。死を恐れるのは世の断りだ。この先は岩場です。ここに
氏影、息子らの良き友であった。最後までそばにおったはずだ。ではこの近くに行くぞ。猛虎のむくろも置き去りか。無用ということです。館に残っておれば妻と子の隣で眠れたというの。有明へは遠く危険な旅です。近くに埋葬できる地があれば弔うこともできましょう。かがり火だよ。幼い息子の遊び場だった。今は猛虎の手にあるのな。ならば奪うまで。かがり火台はこっちだ。二人はかがり火台が好きでな。遅くまで戻らぬ時は決まってそこにおって星を眺めていた。良き母ですね。そう自負しておったが、二人の子が先に行き母が残るなど、これほどの無念があろうか。母上を亡くした時、私も己を呪いました。しかしお主は幼く、母君は病、お主にできることなどなかっただろう。それが事実でも慰めにはなりません。そうだな。まだです。新手が来ます。下から来るぞ。ご用心を。
しまいのようだ。その様子です。ようやくだ、息子らを運ぼう。二人が元服した後も世を明かすことを許さず呼びに参ったものよ。母を亡くしてから恋しかったのは私を呼ぶ声でした。母君は安らかに眠っておる。安心しろ。お主ほど情に厚い者は他におらぬ。礼を言う。なれど今少し息子らのそばにいさせてくれぬか。承知しました。ご無事で、政子殿。いざ勝負！やがて打ち引くわ、手に入れ！逃がしてやる。この命すっかり諦めておりました。さあ早く逃げよう。どうかこれをお受け取りください。
ある男が筒の浜で一人で太刀を振り回していましたよ。生き残った民か、ただの賊か、わかりません。ですがなぜか泣いてました。
七平原に着いた。菅笠衆はこの地におるらしいな。蒙古の荷車が襲われたのか。菅笠衆の仕業であろう。まずここで襲ったな。他にもムクロがあるはずだ。向こうにもムクロが見えるな。ここまで逃げてきたのか。坂井陣か。龍蔵、そのいでたちは何だ。人のこと言えるかよ。俺の菅笠だ。今は浪人なのか。腕を売ってるのさ。手を貸してくれ。頭と話したい。駒田で死んだよ。浜にいたのか。大勢死んじまった。こちらもだ。手を結んで仇を討とう。まず叔父上を救いたい。無事なのか。みんな怪我を負ってるし、飯も食えてない。そんな連中に命を張れなんて頼めねえよ。もちろん褒美は出るぞ。蒙古を成敗すれば叔父上も報いてくだされ。望みのままに。じゃあ仲間に聞くだけ聞いてみよう。お前が。今の頭は俺だからな。手を打つのか。考えておこう。引くでないぞ。当然だ。メキチョの俳優の方がすんな。コモダの恨み晴らしてやる。一人も残すな。
上達したな。そうか、お前はヒゲが生えたな。騎団の申し出だが、おじごのことなら難しい。生き抜くだけで精一杯なんだ。それほどとは。飯がない。今日も京都で食い物探しだが、またもや空手で戻らなきゃならん。手を貸そう。宿営に行くぞ。良い案が浮かぶやもしれぬ。愛も変わらず強引だな。何も案ずるな。歩くのか。こっちだ。最後に会ったのはいつだった。二夏前の長岡での刀比べ。あの後お前はどこに消えたのか。菅笠衆に一味に加わるよう誘われてな。罰返事だ。なぜ叔父上を訪ねなかった。職があったらな。お前が望めば志村家に仕えるよう口利きはできた。いらぬ世話だ。荷車だ。飯が残っておりやもしれん。からだ。お侍、お侍。お主のものか。その通りです。馬と米を盗みやがって。猛虎どもめ。命があって喜べ。猛虎はどこへ向かった。大平砦。畜生。小金寺に逃げるのだ。街道を通ってはならぬぞ。わかりました。村へ行くぞ。宿営は近い。ロム、さあ。叔父上の話だが、救出に手を貸すならば褒美は弾むはずだぞ。褒美って言われたな。望みは何だ。一生分のタダ酒。それだけか。あとは寝床。仲間が入りきるほどのな。真面目に答えろ。浪人で終えるつもりではなかろう。あれから3年だぞ。昔とは違う。戦の後だというのによく一味をまとめ上げたな。秘訣はあるのか。仲間以外は信じるなと言い含めただけさ。なるほどな。本心だったが今は迷いが生じてる。一味は何人おるのだ。半分に減ったが、まだまだ大勢残ってるぜ。なぜだ。猛虎が米を盗んで大平に逃げたと聞いたろう。食い物を貯めてると。おそらくな。策はあるのか。まあ見ておれ。何やった。おい心臓、俺だ。お前ら、雄三様だ。ようやくか。食い物はどうしたんだ。あの侍は。聞け、これは俺の友、酒井だ。皆腹が減っておるそうだな。手を貸そう。食い物はなかったのか。策がある。砦に押し入り、猛虎が奪った食料を取り返すのだ。砦に押し入る。殺されるだけだ。ちょっと待ってくれ。ジン、ついてこい。誰かと。あらかじめ策とやらを聞いとけよかった。皆を喜ばせたくてな。それは俺の役目だ。すまぬ、対はなかった。いいさ。ここを通れ。仲間と一緒に動くなら同じ格好をしろ。お前にも入りそうな袴がある。知らみはおらぬだろうな。まだあのこと根に持ってんのか。袴はつづらの中だ。俺ほどの男前とはいかねえが、悪くない。砦の守りを調べ、抜け道を探せ。俺の仲間に任せよう。手を打つのだな。砦の食い物を手に入れたら、猛虎からおじごを取り戻す。恩に切るぞ。ただし、頭が誰かは二度と忘れるな。お前の役目を奪うつもりはない。先に立つぞ。墓所でお茶を。承知した。